あなたずっと名前呼ばれてますよさん元気ですか時刻は午後6時を回りましたお届けしている曲はサムエルの「イエス様がいれば大丈夫です」 皆さんこんにちはギノアンン会プレゼンツジーザスコーリングユー第回目の放送ですこの番組は身も心も疲れてしまっているあなた生きていく気力がなくなってしまったあなたなぜ生まれてきたのかが全くわからないあなたとても急いで助けを求めているあなたそんなあなたのための番組です30分間どうぞお付き合いください まずはじめにギノアン聖書協会キム・トンヨー牧師をご紹介しますキム先生は韓国は甲州にある牧師のご子息として成長されましたある日日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうですこの命令に従順されて1994年に来日されました1998年からは沖縄に移られてギノアン聖書協会の牧師として 神様からのメッセージを語り続けておられますでは自己紹介をお願いいたしますはいこんにちはキノアン選手協会のポクシーキムです今日もよろしくお願いしますはい、えー、本日はあの収録放送なんですけどちょっと、えー、大渋滞でバタバタして未だにちょっと落ち着きのないキャンです <laughs>、えー、本日も進行とミ,シミキシングを担当していきますよろしくお願いいたしますさて本日のテーマですが えー、復活を疑う弟子たちとタイトルしましたはいでは本日の聖書箇所朗読していきたいと思います。マルコのの福音書、えー、16章の えっとここは9から14節を朗読してまいりますさて週の初めの日の朝早くよみがえったイエスは最初にマグダラのマリアにご自分を表された彼女はかつて7つの悪霊をイエスに追い出してもらった人で マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんでいるところに行ってそのことを知らせた彼らはイエスが生きていて彼女に自分を表されたと聞いても信じなかったそれから彼らのうちの2人が徒歩で田舎に向かっていたときイエスは別の姿でご自分を表されたその2人も 他の人たちのところへ行って知らせたが彼らはその話も信じなかったその後イエスは11人が食卓についているところに現れ彼らの不信仰とかくなな心をお責めになったよみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからであるでは君先生お願いいたします ははい、こんにちは、えー、今日はイエス様が復活なさったその話を聞いた弟子たちが「えー、本当復活したのよみがえられたの?」という疑う場面を共に分かち合いたいと思います。キリスト教はイーススキリストが神であるイエスキリストがこのように私たちと同じ姿を持って来られて その家様が私たちの罪を背負って十字架の上で死んでそれで終わりではなく復活なさったそれを信じるものです信じることですところが弟子たちの心の状況は状態は家様の死,死んだというその知らせそれを見てもう放心状態になって復活の知らせを聞いても あれを信じることができない。また、それを伝える人の、話をそう、そという、その心で、気持ちで、聞いているということです。イエス様は、中時間の、背負う前にも、私は、3日で、よみがえりますよということ、を何度も話しますが、弟子たちは、 信じなかったということですねルカの福音書24章のところを見ますと使徒たちにはこの話は戯言と思われた戯言ともう嘘話作り話のように聞こえたということですそれでマリアが来てイエス様が復活したよ私に会ってくださったよという話しても嘘 という皮肉的に本当に心がかくなになっている。また、エマオに田舎に行くほりにも現れて私は田舎に行く途中で私たちはイエス様に出会ったよ、イエス様を復活したよ、蘇られたよという何度も話しても、いえいえ、そんなこと。なぜ弟子たちは イエス・キリストが復活したというその知らせを信じないのでしょうかもちろんイエス・キリストが復活したということを今話しても信じない人がたくさんいますまず弟子たちのイエス様についての理解について考えたいと思います弟子たちはイエス様の復活について疑います 彼らは、イエス様についてよく知っているつもりでした。それで、ペテロは、イエス様の弟子の対応として、イエス様について、イける神の御子、キリストですよという、神の御子ですよ、キリストですよという、告白をします。また、ルカの福音書でも、神様のキリストですと告白します。あなたはキリストですよと。 明確に正ししく告白していますところが彼らの協調点はキリスト、すなわちメシアというところにあってメシアはこのイスラエルを救う方だこのイスラエルにパンを与えて、知恵を与えてもうローマの発生から関与してくれるだろうという期待を持っている ヨ6章のところで見ますと、主の弟子たちに命のパンについて語るとき、王子への人たちが、イエス様のお話を聞いて、そのイエス様から離れていくということを見ることができます。それでイエス様は弟子たちに、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。 もう君主たちがパンを与えてくださると時はたくさん集まりました。しかし、主が苦しみを受けられること、それについて語る時は、みんな離れていくということです。もちろん私たちもね、苦しみを受けるとか、苦難が、あるよという時、それをもう大喜びで、これを感謝します、いうのは難しい。しかし、 イエス様はその中難を受けて私たちに苦しみを受けて私たちに永遠の命を与えてくださったということですところがそのイエス様が受けた苦しみ中難を弟子たちは恐れるということですマタエの福音書中4章読みますと私たちが聖書を読むとよく面白いイエス様が 湖を歩いていてく姿ですそれを見てペテロは「イエス様ですか本当にイエス様なら私もこの湖を歩くようにしてください」それで歩きますしかし水を見ると怖くなりもう死んでいる時「主を助けてください」という叫びますその時イエス様は「しっかりしなさい私だ」と 幽霊だという時は私だというまたそのペテロを手をつないで引き上げるということですペテロはあなたは神の子ですキリストですと告白していますこれはとても大切な信仰告白ですところが弟子たちはイエス様の中字化の問題についてはどのような姿勢考えを持っているんでしょうか マタの音書を見ますと、主,の主よ神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。何を言っているんでしょうかイエス様が中字架の苦しみについて話しするとき、そんなことは絶対ないですよ、ありえないことですよと強く言うことです。イエス様は変貌さんで、 姿が変わり輝く姿になってエリアとモセと話します。イエスは彼らに人の子が死にの中からよみがえる時には今まで今見たことを誰にも話すなと命じます。人の子が死にの中からよみがえるその話をしてはい分かりました。よかしました。しかし彼らは イエス様が受けるその苦しみについて正しく理解していないということです。それで私たちが受難を受けるよ。あなたたちもイエス様が受難を受けてそれについての弟子たちの反応は複雑でありいろいろ違うということです。イエス様はご自分の中字架の死について弟子たちに何度も話します。私はこんな死を受けますよ。 こんな苦しみを受けますよ、私はまた蘇りますよという、その十字架につけるために私は来て、あなたたちの命を与えるためにこの苦しみを受け、人の子は3日目に必ず蘇ると弟子たちに語ります。しかし弟子たちはこれらのことを何一つ分からなかったということで 理解できなかった弟子たちはこの時もイエス様が語るのを聞いてなかなか理解できません理解していないということです私たちもね話を聞いてもねなんか話は分かるような気がするけど全然分からない時があるよう、ね、に弟子たちもイエス様が十字架の意味苦しみを受ける意味をよく分からない,という それで、弱ネの三章を見ますと、イエス様はニコデもに、モセがアロルで蛇をあげたように、人の子もまたあげらなければなりません。十字架の上で死ぬみますよということを伝えます。ところが、弟子たちは、その十字架の死の意味を知らないということです。イエス様は、ご自分の神聖神であることを何回も示します。 しかしその時イスラエルの人たち、書記官とパリサイ人たち、サドガイ人たちはイエス様を石で殺そうとします。誠に誠にあなた方に告げます。アブラムが生まれる前から私はいるんです。イエス様がそのように語るとお前はまだ小歳しかないように見えるのにそんなことがあるのかという。 神様と一つであることを理解できません。それで私は父と一つですよという言うとき、石で殺そうとするということです。そのようなことを理解できない弟子たちは、イエス様が復活するまでそれを十分納得、理解できなかったということです。わからなかったということです。それで 十字架の死のその特別な意味その力について知らないです。イエス様は私たちのために十字架の上で血を流して死ぬために来られたということを理解できない。イエス様が死ぬと語る時普通の人が死んで葬られることを想像してそんなことはキリストメシアには 合わないですよ、会ってはいけないですよ、そんなことはないですよという強く反対するということです。十字架の死を知らないのは、その十字架の死とその意味、その必要を悟らないということです。なぜ、イエス様が十字架の上で血を流して死ぬんでしょうか。それは、贖いの羊として罪を背負って私たちの 罪を全部背負って苦しみを受けることによって、犠牲の意見になって、私たちの罪を許すために十字架の苦しみを受けるということです。その十字架の意味を知らないから、復活についても正しく分からなかったということです。パクティスマのヨアネは、 イエス様について何と告白するんでしょう何と語るんでしょう美よ世の罪を取り除く神のこいつイエス様はこの世の罪を取り除く全てを背負って神様の前で生贄として捧げられるこいつであると宣言します私たちはそのイエス・キリストの十字架を 深く勤務し、イエス様のその復活の恵みを受け、正しくイエスキリストの復活を喜び、感謝する必要があります。神様が計画する恵みの王国は、イエス様が罪人としての姿、イエスキリストが私の同じ姿を持って、 ご自分を低くして自ら大祭司になり生贄となって人類の罪をあがなうその方法です私たちが自分の罪のために死ぬのであろうス様が私の罪のために死ぬということですそれで神様はそのイエス・キリストの血を見て血潮を見て私たちを基人として正しい人として 神様に喜ばれる子供として受け入れてくださるということです。それで私たちはそのイエス・キリストの復活によって救いが完成され、十字架の上で血を流すことで終わりじゃなくて、イエス様が蘇り復活することによって私たちに永遠の命を与えてくださり、私たちにも同じような 復活の希望を与えてくださるとということです私たちはこれを心に覚え刻まないと私たちはこの社会的向上を変えたり福祉を充実すればこの世の問題が全て解決されると思います。弟子たちは家様がメシアとして歴史の中心に立つことそれでこの歴史を導くこと。 それだけを考えます。神の規制の生贄として十字架の上で死ぬことは考えませんでした。だから彼らはイエス・キリストが死んだ時、放心状態になり、イエス様の復活を信じることが疑うのが適たということです。信じるのは難しかったということです。罪を犯す原因である不破した本性がそのまま残ると、 いくら頑張って努力しても社会的福祉に力を注ぎても私たちはこの世をきれいにすることが難しいできないということですだからこそ私たちは三国の民として歩むことは私たちも復活の信仰を持って復活出され私も神の三国で永遠の希望を持って とと共に過ごすすその希望を持つということです私たちはイースターを迎えて卵をよく配ります。新しい命の象徴を意味する卵。イエスキリストの忠実家の死と復活を深く君にしたいと思います。イエス様は何で死んだのか私の罪のために 私に永遠の命を与えるために死んでくださいました。死んで終わりじゃなくてイエス様は復活することによって死を破り勝利を宣言することによって私たちに復活の喜びを約束します。そのイエス様の復活の喜びが皆さんの上に豊かにあることを願いまたそのイエスキリストの復活を私も復活して主の御国に 天国に入ることを希望しながら共にイエス・キリストを信じ歩みたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました、えー。本日の感想なんですけど、あのー、お弟子の皆さんもこのイエス様の,この復活を信じなかったとっいうのはすごく意外でしたね。あのー、もうお弟子さんということですから相当近いはずなので話を聞いたら、うん そうだなっ,て言ってすごく喜びそうなんですけど信じなかったっていうのは本当にびっくりしましたえっとやっぱそういう聖書に書かれてるところであのこういう表現とかが出てくるのって本当に人間らしいなって皆さん登場人物があの本当に今の人にもつ通ずるようなところが本当に全部あるんだなって思っていつもお話を聞かせていただいておりますではキム先生えリスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします はい、お祈りしましょう。今も生きておられる天皇お父様、イエス様が十字架の上で死んで、私たちのすべての罪を背負い、あがないの死を成し遂げられ、そこで終わりじゃなくて、復活することによって、私たちによみがえり、復活の希望を与えてくださり、ありがとうございます。今日、弟子たちは残念ですが、 イエス様の復活を疑います。しかし、イエス様に出会い、その復活の確信を持って、全世界に出ていく、神の働き人として、努めていくことを見ます。しよどうか私たちが、よみがえれたイエスキリスト、復活なしたそのイエスキリストを信じることができ、天国に希望を持って、歩んでいく神の子供になりますように。

ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ、飲食、雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り四天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね海が好きだった父、決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人を偲ぶ場所、お墓。 二十四時間三百六十五日三国にご相談を。零一二零三九二七五六。三国株式会社。あなた。ずっと名前呼ばれていますよ。ギノ野ン聖書協会プレゼンツ。ジーザスコーリングユー。ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。 今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか、直接教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話ください。電話番号は 零九八八九零一三五零です。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また教会では毎週火曜日と木曜日の午後三時から、主にリノアンの小学生を対象としたハレリアアカデミーという名前の子供の居場所づくりをしています。希望者には夕食も準備しています。関心のある方はお問い合わせください。以上すべてのお問い合わせ。 ご連絡は098-890-1350 0 9 8 8 9イ1 3 5 0ギノワン聖書教会までお願いいたしますギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユーお別れの時間です今流れているエンディングは宝刀息子というタイトルでケム先生の息子のサムエールが作り歌っています私たちが今どんなにボロボロな状態 ここまで悪いことをしてきた自分は今さら教会になんかいけないだって神様にはとっくに見放されているはずだからと思っていても神様はあなたに向かってずっと両手を広げてあなたが帰ってくるのを待っているんだよという曲ですこの番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい三ニグループの提供でお送りいたしましたメッセンジャーは宜野湾選手協会キムトンヨーボク ミキサーは FM 技能のできる男私キャンがお届けしてまいりましたではまた来週水曜日午後6時にお会いいたしましょうでは最後にヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れいたしますシェキナー,シェキナー 「ってやっとあなたの痛いさに気づきました」「痛いさに気づきました」「痛いさに気づきました」